それでは勝ちました日本ハムの栗山監督です。最後は杉浦投手2失点と追い上げられてという勝利でしたが、あの瞬間どんな思いでしたでしょうか。まあ、なかなか、ね、簡単には勝たせてくれないというふうに思ってたので、まあ、最後よく杉が、ね、粘り切ってくれたと思います。7回の攻撃6得点が大きかったと思いますが、振り返っていかがだったでしょう。まあ、昨日から、ね、なかなかこう行ききれないところがあったんですけど、まあ、本当にみんなで集中して、ね、いい形でつないでくれたので、いい点の取り方ができたと思います。立野投手は初登板で5回1失点内容どうだったでしょう。まあ、今日はそれが全てだったというふうに思います。緊張したと思いますけど、本当に目いっぱい、ね、相手に胸を借りるつもりで向かっていってくれたのでナイスピッチングでした。3試合ぶりの得点でのこの勝利、明日以降にこれどうつなげていきますか。なかなかねチームが乗り切らないんでね、明日強いジャイアンツにね、なんとか勝って勢いつけたいというふうに思います。また期待しています。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。